ボッツです。さあ今日はどこを走っているかと言いますと、あのね、これで分かった人がいればすごいなと思います。今ね、朝の5時半、5時40分です。まだ真っ暗です。でね、この暗さで分かる人いますかね。どうでしょうか。まああまり引っ張ってもね、しゃあないんでもう言っちゃいますが、ここはなんと神戸淡路鳴門自動車道です。そうです、本州と四国を、渡ってるこの淡路島通ってるね、この道路です。これで今あの淡路島の緑パーキングというところに寄ってきました、出てきました。でこれはね、あの下り線なんですよ。だから、今から四国の方に向かって走っています。たまには夜のドライブもどうでしょうか。でほいでね、今日はよもやま話なんですよ。走行動画の方じゃなくてよもやま話なんで、これは喋ります。まあ編集して後で音声載っけてるんですけどね。で前回のよもやま話でゴールデンウィークの時にね、レジャーの車でちょっとマナーの悪い車が目についたというようなお話をしたんですけど、前回はあの出口とかパーキングとか、あとは人道でいうとコンビニだったり、そういったのの入る直前やのにわざわざ前でこう横切るような感じでおる車がちょっとマナー悪いなみたいな話をしたんですが、今回今日はそれとね合わせてもう一つちょっとマナー悪いなと思った車がいたんで、その話をしたいと思います。これはねどうかな、高速道路の方がちょっと目についたかなっていう気がするんですが、例えば高速道路走ってて前に遅い車がいました。当然追い抜きしようと思って右のウインカーを出すんですが、その前にね、あのもちろん右の車線の後ろも確認してウインカー出すんですね。で右の後ろのはだいぶ離れたところにいるんでウインカーを出します。でウインカー出してね、やっぱり3秒ぐらいまあ置いて車線変更するんですが、あのねウインカー出した途端に右の後ろ走ってる車が急にスピード上げて車間詰めてくるんですよ。前に入らさんとこうっていうことやと思うんですけど、今まで、まあ、ほぼほぼ同じぐらいのスピードで走ってた車でさえウインカー出した瞬間にスピード上げて車線変更の邪魔をするというか、前に入らさんとこうってするんですね。これは本当にやめてほしい。ね、これ本当に事故の原因にもなります。ほんで大型トラックってスピード
2回減速するとね、スピード回復するのにやっぱり時間かかっちゃうんですよ。で、例えばね、前の車に追いついて、普通で言えば減速せず右の車線で追い越しできるところを、こういうことされると一旦減速しないとダメなんですね。ほんで、まあ、例えばそのね、ちょっと意地悪した邪魔した車が僕の車を追い抜いて前に出た時に車線変更したら、スピード乗ってないんで、あのスピードを回復に時間がかかると、これまた後ろから追いつく車の邪魔になっちゃうんですね。ということは、これあの渋滞の原因にもなるんですよね。だから事故ないし渋滞の原因を作ってしまうので、素直に前に入れてほしいなと思います。あとね、ちょっと難儀なんが、右車線で追い越ししましたね。あの、ある程度車間開けてから左に入ろうと思うんですが、この場合またね、左のウインカー出した瞬間に追い抜いた車が、何や知らんけどまた抜き返してくるんですよ、左から。で、左にね入られへんように邪魔してくるんですね。で、まあじゃあもうそれやったらもうさっさと左から追い抜くなりなんなりしてさっさと行ってくれりゃいいんですが、もう一番立ち悪いのが左のなんていうんですか、並んで、じゃあ追い抜くわけでもなく同じスピードで走る車がおるんですね。これはね、やっぱりほんまにやめてほしい。こうなるとですよ、右走ってる僕は追い抜くこともできず左に行くこともできず、ね、ずっと右走らなあかんことになっちゃうんですよ。で、まあまあ本当にそういう車がいればもうしゃあないなということで減速して、その車の左ね、後ろか、その車の後ろに入るんですが、これあのさっきも言いましたが、減速するとね、またこうスピード回復するのに時間がかかっちゃうんですよ。もうこれはもう本当にね、もう正直ですよ、正直ちょっとイラッときますよね、正直ね。だから車線変更するときに右ウインカー左ウインカー出したとき、それを見て車間詰めて意地悪するのはやめてほしいなと思いました。これね、今回ゴールデンウィーク初日と最終日しかトラックでは走ってませんけど、これもねやっぱり結構目についた出来事です。でね、トラックに抜かれたくないという心理はわからないでもないんですが、あと前に入られたくないっていう気持ちもわからないではないんですが、これ本当にお願いですから、一旦抜かさしてからまた右から追い抜いてください。いややったらね、意地悪して邪魔するとかブロックするような感じでね、
車線変更の邪魔するのはもう本当に危ないです。渋滞とか事故の元になりますんで、本当にやめてほしいなと今回思いました。ということで、ちょっと辛口になってしまったかもわからないんですけど、ここで前回同様アンケートを行いたいと思います。この話になるほどその通りと共感していただける方はいいねのボタンを押してください。で、そんなもん共感できるかいとね、そう思われる方は遠慮なくダメねのボタンを押してください。ということで今日はこの辺で、ほなさいなら。